オオクワガタ、ググー、浮かしたぜー。ちゃんと画角に入るように調整したね今。全然気をつけてなかったけど入ってたんだね。よかった。いつも消えちゃうから。そうそうちょっと斜めにこうしたかっただけなんだけど。あ、偶然ですか。偶然の産物でございます。はい。オクワガタです。そうですね。はい。第一陣ですかこれは。第一陣ですね。うん。そう。まだいっぱいいますけど。浮かしたよ。うん。いや掘り出し楽しみ。だね。うん、まあ今日はこれぐらいですか。そうですね。まだ羽化したてとかがいるんで、まだちょっと掘り出さない方がいいのもいるんで、はい。もうちょっと時間を置いて、そうですね。掘り出しですね。その子たちは、はい。じゃあこの子たち掘り出していきましょうか。はい。はい。それではレッツゴー。やるよー。はい、ではやってきますよ。はい。今回は全部あれです。のせ YG です。のせ YG。ベースの方でもお問い合わせあったんですよ。あ、そうなんですね。はい、のせ YG 販売予定ありますかと。うん。結構やっぱね、のせ YG 人気だからね。うん。のせ YG ちゃん。おじいちゃんみたいになっちゃった。のせ YG ちゃん。はい、お父さんは80、お母さんは50なんですね。じゃあ超えてもらわないといかんね。ですね。これ一応メスなのかな。怪しいけどね。そりゃそうだよ。怪しいやんうちら。その大きさはメスや。そのボトルの大きさはメスや。オスかもしれんなこれや。あ、動いてる動いてる。あ、顔出してくれたの。ほら。ちらり見えてる？あら、見えてる？メスちゃんじゃないですか。あ、出てきた出てきた。ああ、で結構でかくない？大きいかな。思ったより、うん。お母さん超えはしてるかもしれんね。軽くじゃあちょっと測ってみようか。うん。まあ言うてもそんなあれだけどね。そうだね。よくね、オクワガタのプロの方々が出すようなのはあれですけど。もう温度管理シビアらしいからすごいすごい本当にすごいのよ、うん、一頭一頭管理してるからねマジで、うん、しっかり赤くない固まってますねかわいいで綺麗じゃんね、うん、綺麗綺麗ちゃんとお尻もきっちりなってます。まだ噛まないでよ。何何急に明るい魚。あ、そうかもね。ライトに反応しちゃったからそうかもしれない。ここやでも50かな。50やね。お母さんと一緒。お母さんと一緒。ここ戻しとこうか。あ、ケース入れる？まあ後で。後で入れようか。うん。まあ5円はならんかったか。うん。もしかしたら 0. 何5円はしてるかもね。はい。綺麗な子でしたね。うん。うん。2頭目はどうかな？まあ、メスでしょうね。判別が。もう判別上手。このボトルは。まあ、そうですよ。絶対怪しいからな。まだ怪しい頃でしょ。なんなら今もまだ怪しいでしょ。うん、ちょ待って。あら。見る。やったか。うん、すげえ。一般オスやで。ねえ、オスじゃん。ねえ、800これ。頼むわ。はあ、これ私が間違えた。星マークあるけど。なんだっけ、この星マーク。あ。覚えてる？これはあれだ。何？ダイエット一旦させたらのやつや。え、どういうこと？検証のやつ？検証のやつだった。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。これ何？星マークは何のマークだった？一旦ダイエットさせた子たちだ。ダイエットというか。あ、そうなのね。一旦産卵一番で1ヶ月管理したやつや。あ、星マークついてるこの子たちさんと。こっちはついてない。あ、そういうことね。どうする？だから軽かったんや、多分。あ、そういうことね。で、小さかったんだね、その頃は。入れたんや。そういうことか。だって 18g だもん。あ、18g はでけえな、ちょっとメスにしては。あ、そうだね。11g と18。ちっちゃい、ちっちゃい。え、わからんわからん。まだ全貌がね。そうや。急遽変更。検証結果。これ全部まだおる、そのダイエットの。あと1頭だけかな。あ、ダイエットじゃないのが。ダイエットしてないのが1頭いるかな。あ、じゃあ検証したのは全部で6頭で、あと1頭だけがいないってこと？うん。あ、そう。そこにいる。ここ？違う。あ、こっち？あ、まだ溶化してんだ。もうちょっとで浮かしそうな。どうする結果これ。まあいいよ。やろう。やる？かっこいいんだけど。ねえ、ほらほら、そこそこ綺麗よ。綺麗じゃないですかね。うん、ちょっと測ってみようか。18から考えたら割と頑張ったんじゃない？割と頑張ったよね。うん、77だね。え、そこ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 頑張ったね。うん、元気だね。うん、元気。綺麗な子を見せたいんだけどね。手袋が汚いから。あ、そうですね。はい。うん。あ、これでいいじゃん。綺麗だね。うん、めっちゃ綺麗。ちょっと待てよ。こうなると、うん、ほぼオスだな。そうだね。1メス。4オスだな。5オスだな。ひどいな、それは。それはひどいな。はい、じゃあ次いきます。まあ動画としてはオスがたくさん見られるということで。まあそうだね。うん、けど18で、うん、やっぱダイエットからのあれはいいかもしれんよ。この子は、あ、でもこの子 17g だね。この子もダイエットさせた子。ダイエットチームですか。うん、リバウンドさせるパターンのやつだから。この子自分の体噛んじゃった子なんだけどさ、ちゃんと噛んだって書いてあるんだけど、うん、羽化までちゃんと大丈夫なんだね。多少の、ね、うん、噛み傷ならいいってことかな。立派立派。うん、見えるかな、ちょっと出すけど。おう、うん、割と良さげよ。いい子ね。うん、ちょっとこの子軽く測るね。75かな。75か。うん、その子が一番ちっちゃかったんじゃない？ 17g？ そうか。うん、そうだね。こっち26と27だもん。そうか。うん、やっぱりそこまでは体重は落ちてたというか、うん、伸びてなかったからね。最初にダイエットさせた分ね、最後にドンといくのか、うん、栄養を抑えて、うん、ってことはこのオスがどうかだよね。そうだね。それから行ってみようか。行ってみよう。ちょっとめっちゃ気になるわ。めっちゃ気になるね。うん、面白いね。ね、理科の実験みたいだよね、こういうのって。そりゃそうだよ、実験ですから。実験だよね。そう、疑問に思ったことはやっていく。いた。どうなの？なんか顎は長そうだよ。うん。うん。体はどうかな。見た感じと。変わらん気がする。変わらんか。うん。どうだろう。言うて30いってないからね。ちょっと大きいかもしれん。でも。あ、太いかも。あ。そういうこと？うん、ほら、なんか太くない？綺麗ね。うん太いかもしれん。78だね。78ですか。うんでこいじゃん。ダイエットは意味なしか今んとここの子が一番でかいってことでしょ。そうだね。うん普通に、うん、ということはこの子次第か22だもんね。オス、うん、検証にはちょうどいいね。いい方よりいくよ、うん、おどうかな。おいいじゃん。ごつい感じするねこの子。あ一番でかいもんね。体重は 27g で 1g さっきの子よりでかい、うん、ごついね。なんか太い。なんかごつい、ね、横に伸びたかなもしかして。78ないか。77.7。フィーバーないなないななないかっこいいよ太くて。結構ムキムキ感があって。そうだね。うん。いいね。いいじゃんいいじゃん。綺麗に浮かしてくれたよ。うん。どの子も不全なしで。そうだね。うん。おー、綺麗だね。うん。いいじゃん。いいですね。いいじゃん。いいじゃん。あと一頭が？あと一頭はダイエットしてない子で、あれなんだね。29か。29。一番でかかったから、うん、ちょっと期待しちゃうねこれは。そうだね。この流れで言うと普通に言ったら一番大きいかも。うん、うん、80いかんかな。さすがにいかんかけどあれだね、ダイエットをさせて、うん、同じ交換時期では17、18のやつが、うん、あ戻ってくるんだね結局ね。結局ね。だって75だもんね、うん、2mm、まあ2ミリは大きいかもしれんけど、うん、75の77か。あじゃあ変わらんね。ある程度までは戻ってくるんだね。あれ最初何のやつだったっけ。ん1本目。1本目は、うん、500、うん、500の禁止。500の禁止2ヶ月やって、でその後1ヶ月、うん、産卵市場。ああ産卵市場ね、うん、でその後は大きさ見て800か、うん、1400か、うん、でこっちは800のあとは1400か。ん800、あごめんこれ2本返しなんです。3本目行こうとしたらよし作ってて。ああなるほどなるほど。全員、うん、ほぼそうか。難しいね奥方ね。勉強してかんというかね。うん奥方ほんと割とノータッチできたからね。うんただねあんまり温度帯をこうシビアにはやってないね。できないところもあるけどね。他の虫もいるんで。うん。大桑形専門でされてる人はもう本当すごいもんね。うん。うん、本当に16度とかまで落とすとかあるらしいから。うん。ワインセラーがいるね。うん。だからそっから1度上げて1度上げてみたいな。あるねそういう細かい調整してくるって聞く聞く。すごいね。ちょっとそれはねうちの環境では今の環境ではできないね。うんよねちゃん TV。 いやでも綺麗にお会話してくれましたね。うんただ多分交換のタイミングミスったのかな。2本で3本目行こうとしたらそうなってたから。あそうだよね行こうかって言ってて、あもうこれ洋室じゃないみたいな感じだったもんね。そうだから棚も結構上の方に置いてたから温度がちょっと高かった、温度かかっちゃってたのかもしれない。うんもしかしたらね、うん、もうちょっといけたかもしれんね。そうだねうんもしかすると。いやでもかっこいいね、うんうん、いいよ奥方はいいね、うん、はいじゃあ今日はこんな感じでおしまいしたいと思います、はい、楽しんでいただけたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。検証のこと忘れてた。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。